私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。松本潤、どうする家康、関連番組で鷹狩り、乗馬、文庫に挑戦、家康の趣味を体験。解説は本郷和人、東京大学史料編纂所教授、語りは木村緑子が務める。どうするポイント、1、乗馬天下人への道は負けても死なないこと。三宝家原の戦いで武田信玄に惨敗し、絶体絶命の危機に陥った若き日の家康。生きていてこそ次がある。どんな状況であっても最後は逃げて命をつなぐために、家康がのめり込んだのが乗馬だった。日本伝統の古馬にまたがり、家康の逃げの乗馬術に迫る。どうするポイント、に鷹狩り天下人への道は誰よりも長生きすること。ライバルたちが次々と病死する中、家康の秘策は、ライバルたちよりも長生きすること。健康オタクへの道を邁進する家康が、ことのほか重視したのは、鷹狩り、だった。75歳という驚きの長寿を全うし、天下一レースを逃げ切った家康健康長寿の秘訣に迫る。どうするポイント3、文皇天下への道は土の戸に勝つこと。誰が敵で誰が味方なのか、陰謀渦巻く心理戦を勝ち抜いた家康の強さは、どんな状況下でも冷静さを失わないメンタルの強さでもあった。それを支えていた家康の趣味こそが、こう。家康がのめり込んだ、文皇とはどんな世界なのか、家康考案のオリジナル校の再現にも挑戦する。四角軌道総指チーフプロデューサーよりコメント。天下人となった徳川家康は、神君家康公家として神格化され、いかに偉い人か、を伝える記録ばかりが残されています。本当の人間家康とは、どのような人物だったのでしょうか？今回、そんな家康の素顔を探るため、家康がのめり込んでいた趣味を松本さんが家康の気持ちになりきって体あたりで挑戦。そこからどんな家康像を発見することができたのでしょうか？歴史の裏側を松本さんと一緒に探っていけば、2023年の大河ドラマ、どうする家康がより楽しくなること間違いありません。来年の大河ドラマ、どうする家康で徳川家康を演じる松本潤が家康の素顔を求めて旅をする歴史ドキュメントの第2弾、どうする松本潤？徳川家康の大冒険2が9月10日土曜日に放送される。今回のテーマは、なぜ家康は天下人になれたのか？幾度となく襲いかかる人生の危機の中で、家康が熱心に行っていたのは戦や清掃ばかりではない。実は家康が人知れず日々熱心に取り組んできた趣味の中に、家康が危機を乗り越え天下人に上り詰めることができた秘密が隠されている。乗馬、鷹狩り、文庫など家康が打ち込んだ趣味の数々を松本さんが体を張って実際に体感。さらに、最も家康に似ていると言われる普段は非公開の家康等身大の木像や、徳川宗家直当主の徳川家広志さんも登場。愛知県、岐阜県、山梨県、京都府をめぐり、教科書には載っていない知られざる徳川家康の人物像に迫る。どうする松本潤？徳川家康の大冒険2は9月10日土19時30分から NHKBS プレミアム BS4K にて放送。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。